物価の高騰が続く中、生活の支えとなる激安スーパー。今お店がオープンしました。お客さんが続々入ってきますね。開店と同時にお客さんが殺到するのは、さいたま市のロジャース浦和店です。安いのと、やっぱ1週間に1回まとめ買いをするので、何でもここに来れば全て揃ってしまうっていうところですかね、はい、今こう、ね、物価が上がっててもその中でも結局なんかやっぱ安いなっていうのがあんまり変わらない感じがある、うん、この日はエリンギが1パック95円と激安。さらに山形産の種なし柿が1個62円です。安くて少しでも良い商品を選ぶため、お客さんは真剣そのもの。しかし、この品定めが時として迷惑行為になることもあるんです。キャベツ売り場を見てみると、一人の男性が足を止めます。するとキャベツを一つ手に取って、外側の葉っぱを剥がしてポイ。すぐそばに葉っぱを入れる箱が置かれているのに、そのまま棚の上に捨てています。しかも気に入らなかったのか、棚に戻すと今度は違うキャベツを手に取り、再び1枚、2枚、3枚剥がしてポイ。ようやく買いたいものが決まったのか、袋を手に取り、その中に3枚の葉っぱを剥がしたキャベツを入れます。が、途中で入れるのをやめ、また違うキャベツを選び始めました。袋に入れたキャベツを棚に置くと、葉っぱを2枚剥がします。そして先ほどのキャベツと入れ替え、売り場を去っていきました。剥いた商品はまた今度外側の表面が傷んでしまったり汚れることもありますので、剥いて見ていただいたら、それはなるべく買っていただきたいなとは思いますよね。さらに特売品を狙った迷惑行為も起きています。この日の目玉商品は1パック105円、激安の卵です。ただし、卵以外に500円以上の買い物をしたお客さんが対象で、一家族1パック限定の特売品です。その卵売り場にやってきた男性は、卵のパックを1つ、2つ、3つ、4つ、カゴの中に入れました。通常であれば、2パック目からは149円になるのですが、この男性、卵売り場を離れると、なぜかカゴが2つに増えています。そして一つを通路に置くと、向かったのはレジです。カゴの中には卵一パックが確認できました。会計を終えると、男性は再び売り場へ。向かったのは先ほど置いたカゴの元。
すでに入っていた他の商品と卵1パックを持つとまたレジへ。そう、男性は4回に分けてレジ精算をして4パックの卵を特売価格で買っていたんです。もちろんこれはルール違反です。男性に話を聞いてみると、 お一人様あの一家族一パックっていうのってご存知でした？1回のレジンです。1回じゃないんですか？1回のレジンです。1回だと思います。 何パック買われました？4パック。男性は今後はルールを守ると話し店を後にしました。続いて番組スタッフは万引きの一部始終を捉えました。別の日、店にやってきたのは黒いダウンジャケットを着てマイバッグを手に持った男。手を後ろに組んで店内を歩きながら商品を見ています。男が前からやってきます。左手には弁当を一つ持っています。そして辺りを気にしながら歩いていき、通路に入ります。すると何やら怪しい動き。マイバッグをごそごそ触った後、男が手に持っていた弁当が消えています。さらにパンコーナーで商品を手に取り、そのまま歩き始めます。またしてもキョロキョロしながら出口の方へ。出口近くのカメラで見てみると、右手に持ったパンをマイバッグに入れました。そして会計をせずに店を出ていきます。万引きです。すぐに番組スタッフが声をかけます。レジを通してないものってお会計払ってないものがあるんじゃないですか？ないよ。カバンの中見せていただいていいですか？なんで、はい、なんでレジしたの？はい、あの見てたんですけれども。何や、はい、万引きを否定します。ところがちょっと読んできて。男のマイバッグの中にはお金を払っていない商品が2つ入っていました。駆けつけた店員が話を聞くと、中身出してもらっていい？これだけ。男が万引きしたのは天獣弁当と焼きそばパン、合わせて449円です。所持金を尋ねると、お金先に出してみて。持っていたのはわずか103円でした。そこへ通報を受けた警察官が到着します。名前分かるものありますか？なんで取っちゃったん？理由教えて。男は74歳、現在無職。生活保護でもらったお金がなくなり、盗んでしまったといいます。
さらにバッグの中を調べていると、これ何、これこれ何、万引きしたものを入れていたバッグから刃渡り11センチの果物ナイフが。男は窃盗と銃刀法違反で検挙、その後警察署で厳しい取り調べを受けることになりました。